こんにちは。広島県出身の岸田です。来年の5月には私の地元広島で G7 サミットが開催されます。今年は私が議長ということで多めに給料ももらえますし、普段癒着してくださっている各支援団体にもいろいろな形でお金でのお返しができます。また、広島といえば 選挙買収の聖地です。その代表格である巨額買収事件、河合安里事件も、そろそろ皆さんお忘れだと思いますので、しめしめというほかありません。あ同様に、ロスジェネ世代の救済も、北朝鮮からの拉致問題も、知ったことではありません。あと、10年もすれば、どちらもみんな諦めて忘れて行くでしょう。 歴史の闇に葬る時間が解決してくれる私はそれを待っています。広島は穏やかな中国山脈と歴史豊かな瀬戸内海に囲まれた美しい街です。別に私のものではありませんがまるで自分の功績のようにこの度世界中に誇れることは喜びです。 まあ、いいとこどり、それが、岸田流です。えそもそも、私の名字、岸田は、戦士、ナイト、騎士という意味からあ来ています。まあ、私は、いわば、ナイトライダー、現代によみがえる正義の騎士、マイケル・ランドンです。間違えました。大草原の小さな森ではなく、マイケル・ナイトでした。 あとにかく先ほどは言いませんでしたがこの G7 サミットを機会にどこの国と今後戦争を起こしそれによって莫大な利益を誘導しようなどあまり考えていません言いたいことは一つだけです大日本帝国万歳天皇陛下万歳安国で 会おうありがとうございました。